この動画は現役警察官が監修している動画です。ありのままの真実を動画にしています。今回は警察の承認試験について動画にしました。皆さんは警察の承認試験について何か印象を持っていますか？承認試験は難しい。承認試験は大変だ。このようなイメージを持っている人も多いかもしれません。今回は警察の承認試験の問題点を勝手に動画にします。大前提の話になりますが、階級の順番は、巡査、巡査長、巡査部長、警部補、警部、警視、警視正、警視長、警視官、と続いていきます。まず、承認意欲がある警察官はかなり少ないです。多くの警察官が承認試験に行くことを面倒だと思っています。少なくとも私が今まで接してきた、警察官はみんなそうでした。もちろん私も承認試験を受けるのが、面倒だと思っています。休みの日に受けさせられる、こともありますし、試験会場までの交通費も出ません。半ば強制的に試験を受けさせられ、自費で受けに行かさせられます。僕はずんだもん巡査部長。枝豆警察署に勤務する警察官なのだ。階級は巡査部長なのだ。ずんだもん巡査部長、お疲れ様です。は、お疲れ様。ずんだもん巡査部長、そろそろあの時期ですね。ん？なんかあったっけ？ずんだもん巡査部長ボケてるんですか？そろそろ承認試験の時期ですよ。あ、そうだったね。そういえばそんな時期だね。ずんだもん巡査部長は、承認試験に興味ないんですね。そうだね。承認にはもう全く興味ないね。はっきり言って承認試験に行くのが億劫なのだ。承認試験に行くのが面倒なのだ。私も興味ないわね。あ、メタン警部補お疲れ様です。メタン警部補お疲れ様です。お疲れ様です。そういえばそろそろ承認試験の時期だね。私はもう警部になるつもりは全くないわね。そうなんですね。なんでずんだもん巡査部長とメタン警部補は承認意欲がなくなったんですか？うん、そうだな。ざっくりした言い方で申し訳ないけど、僕はこの組織に対して失望しているからかな。残業代は出ない。組織の効率化は一向になされない。幹部は自分の保身しか考えていない。そういった組織に長年いて嫌気がさしたんだよね。自分が組織を変えられるくらい偉くなって警察を変えればいいと思う人もいるかもしれない。確かにそうなんだけどね。でも組織を変えられるくらい偉くなるには人生の多くの時間を使わないといけないのだ。この組織にそこまでの時間と労力を使いたくないのだ。言い訳がましいことを言っている。自覚はあるけどそうなのだ。そうね。警察の承認試験はその制度上、どんなに優秀でも偉くなるには時間が必要なんだよね。そうなんですね。時間が必要とはどういうことですか？自分で調べればほどけることだけど、教えてあげるわ。なんかパワハラっぽい言われ方。まずは大前提の話になるけど、警察はある一定の年数が経たないと承認試験を受ける資格がそもそも与えられないのよ。どんなに優秀でも年数が経たないと承認できない仕組みになっているの。これから承認試験の仕組みについて伝えるけど、各都道府県によって違うようね。これから伝えるのは一例だから、そのつもりで聞いてね。承認試験についても各都道府県によって違うんですね。とりあえずは巡査からスタートですよね。そうね。冒頭にも伝えたけど、通常は巡査から始まるわ。そこから3年から5年で巡査部長承認試験を受験資格を得ることができるわ。警部補試験の受験資格は2年から4年で得ることができるわ。その後警部補から警部試験を受けるには4年かかるわ。そうなんですね。巡査から巡査部長試験に3年から5年とか、巡査部長から警部補試験までの間の2年から4年っていう幅があるのはなんでですか？そうね、気になるところよね。高卒、短大、大卒の違いよ。警察は日本国籍を持っていることと、年齢制限を満たして入れば高卒でも警察は受けることができるわよ。制度上は大卒の方が
承認試験の受験資格は早く取得することができるわね。そうなんですね。警部から警視への受験資格は何年必要なんですか？警視以降の受験資格の年数は多分公表されていないのだ。っていうか多分決まってないのだ。そこからは警察幹部たちが警視にしたい人を推薦する形になるのだ。さっきメタン警部補も言ってたけど、細かいところは都道府県で異なるのだ。でも大枠の仕組みはどこも多分一緒なのだ。そうなんですね。でも大卒の方が早く承認試験を受けれるようになるんですね。やっぱり警察官になるんなら大卒の方がいいんですね。うん、大卒の方が出世が早くなるのは間違いないね。ただね、そんなことは大したことではない。まず警察の給与の仕組みとして階級によるところもあるけど、それよりも年功序列が大きいんだよね。だから若くして承認している人よりもベテランの巡査の方が給与が高いなんてことはザラにあるんだよね。そうなんですね。上司よりも部下の方が給与が高いことは普通にあるんですね。そうだね。そんなことは日常的にあることだね。警部補以上になると部下の心情把握する業務が発生してくるんだよね。詳しくはこの動画を見るのだ。覚えていたら概要欄にも貼っておくのだ。心情把握で部下の年収とかも丸分かりになるんだよね。そうよ。だから私はあなたたちの年収を把握しているわ。あまり気分がいいことではないな。ずんだもん巡査部長も言ってたけど、給与は階級もあるけど年功序列によるところが多いんだよね。そして階級が上がると責任と仕事だけが増えるんだよね。部下の管理も大変だしね。正直警察官なんて問題を起こす人が多いわよ。ちょっと極端な言い方だけど、部下を持つなんて爆弾を抱えているようなものだわ。いつ部下が新聞に載るような不祥事を起こすかわからないわ。ある意味承認なんてリスクでしかないわよ。繰り返しだけど、給与面は年功序列によるところが多いしね。正直私はもう承認する気はないわよ。そうなんですね。なんか夢がないですね。僕ももうずっと巡査部長でいいのだ。メタン警部補の前では言いにくいけど、正直警部補に承認するメリットがわからないのだ。本来であれば自分の組織に不満があるなら自分が偉くなって組織を変えようとするのが筋なのだ。昔のドラマで踊る大捜査線っていうドラマがあったのだ。その中にはクさんという登場人物がいるのだ。ドラマの中ではクさんが正しいことをしたかったら偉くなれという名言を残しているのだ。僕もその通りだと思う。だから仕事中に不平不満を言うのではなく、こんな動画を作って不平不満を言うのではなく、自分が偉くなって組織を変えようとするのが本来やるべきことだと分かっているのだ。そうね、そうだと思うわよ。でもそこまでの気概ももうないのだ。僕は情けない人なのだ。自分の人生をかけて警察組織と向かい合って承認する努力を継続するモチベーションもないのだ。組織を変えられる階級ってどれくらいなんだろう。警視正でも足りないのかな。この警察組織で努力して警視正になれるのは早くても50代半ばなのだ。人生の多くの時間をこの組織に使う気持ちはないのだ。でも僕が言っていることは、所詮努力しない言い訳見すぎないと思うのだ。そうですね。言い方悪くなっちゃいますが、ずんだもん巡査部長は言い訳をしている感じがしますね。僕もこの組織に不満があります。無駄な業務が多くて、いつまで経っても非効率、残業代未払いは常態化している。あげればキリがないけど、僕は偉くなってこの組織を変えたいと思っています。うん、僕は心が折れずに組織を変えるために偉くなるっていう人を心から尊敬しているよ。私もそうね。そういう人を尊敬してる。他人事な言い方になるけど、頑張ってほしいわね。
そもそもですけど、証人試験って難しいんですか？そっか、君は証人試験自体が初めてだったよね。これも都道府県によって違うところもあると思うけど、冒険系の証人試験の内容を紹介するね。試験は3次試験まであるよ。1次試験はマークシートの選択問題だよ。7割を目指す感じかな。8割取れば1次試験は間違いなく通過するね。2次試験は論文試験だ。論文試験も出題される。問題はある程度決まっているから対策は全然できる。普通に対策すればやはり全然通過してしまうんだよね。3次試験は術科、面接の2つだね。ここは普通にやっていれば差が特につかないね。ここはブラックボックスになっているけど、2次試験の点数とか日頃の上司の評価などが関わってくると言われているよね。3次試験まであるんですね。やっぱり承認するのは難しそうですね。1次試験は対象者全員が受けるんだけど、倍率は10倍くらいかな。10倍って言うと難関試験っていう印象かもしれないけど、大半の人が受かる気がない人だからね。大半の人がそもそも勉強してないからね。2次試験の倍率は3倍くらいかな。3次試験の合格率は2倍もないくらいかな。でもこれは何かデータがあるわけではないし、あくまで僕の体感なのだ。だからあくまで参考程度に聞いてほしいのだ。承認試験が難しいってことはないわよ。承認試験は半ば強制的に受けさせられるけど、承認したいっていう人がかなり少ないのが現実よ。だから承認試験の勉強をしている人がかなり少ない。そもそも警察官自体に勉強ができる人が少ない。そんな中で行われる試験だから、勉強すれば受かる可能性が高い試験になっているわよ。そうですね。基本的にみんな勉強しないで承認試験を受けますよね。勉強時間ゼロで受けて、なんとなく合格して承認する人がほとんどですよね。多くはないけど、承認試験に来ない人もいるくらいだしね。そうね。普通に受けると合格しちゃうから、点数調整してわざと落ちる人もいるくらいだしね。そうですね。一次試験受かってしまって二次試験には行かない、二次試験には行くけどわざと落ちる人はザラですよね。そうね。悲しいけど現実よね。そうなんですね。そんな感じなんですね。かなりリアルな話ですね。そうだね。少なくとも僕が見て聞いて、僕自身が体感したありのままの真実を伝えているよ。僕は承認意欲がない組織は組織として正しい形ではないと思っている。でも承認試験の実態は今お伝えした通りなのだ。そうね。正しいとは思っていないけど、これが現実ね。そして優秀な警察官ほど承認意欲、仕事のやる気を失う人が多いと思っている。そして優秀な警察官は警察官を辞める場合が多いと思っているわ。このことは別動画で上げる予定だわ。そうですね。優秀という定義が曖昧だけど、僕が出会った人で間違いなく優秀だった人は当然承認試験は全て一発合格だったよ。だったよとはどういうことですか？一発合格が途切れてしまったんですか？二人とももう退職してしまったよ。この組織に嫌気がさしてね。二人とも長男官の国家資格に合格して退職していったよ。僕はこの二人のことを尊敬しているから、退職はすごく残念だったけど、正直この二人は警察官にはもったいない存在だったよ。警察組織のやり方、警察幹部の無能さに完全に嫌気がさしたんだろうね。優秀な人ほど頭が働くから、警察組織のクソさに気づいて嫌気がさしてしまうんだと思うよ。そうね。この動画で詳しくは話さないけど、優秀な人ほど
やる気をなくし、その能力をあえて使わず、中には退職して人が多いわよね。優秀な人にそう思わせる組織は残念で仕方がないわね。そうなんですね。僕が早く承認してこの組織を変えてみますよ。うん、頑張れ。うん、頑張れ。私にもそんな時期があったな。僕にもそういう時期があったな。ほとんどの人が途中で心が折れるんだよね。彼には頑張ってもらって、この組織を良くしてもらいたいわね。試験に向けて一生懸命勉強するぞ。はあ、試験めんどくさいな。私は試験に行かないわ。休みの日に受けに行って交通費も支給されないなんて、馬鹿らしくてやってられないわ。なんで自費で会社の試験を受けに行かなきゃいかないのよ。全くその通りなのだ。僕も残念ながら同感なのだ。承認してもメリットがない。給与面を見ても承認しないデメリットは少ない。承認試験を頑張る理由がないのだ。この動画は現役警察官がありのままの真実を動画にしています。最後まで見ていただいてありがとうございます。多くの人に警察の真実を知ってもらいたいと思っています。チャンネル登録、高評価、SNS で拡散お願いします。